翔くんのリラックスね、姿に一度驚愕。しかし、その裏に潜む驚きのエピソードとは、紫テルの穏やかな眠りがもたらすコミュニティの和やかな笑顔、タレントのナンバー、愛、平野史洋が寝る姿勢でファンを魅了しました。平野史洋、日本のアイドルシーンにおいて天使のような存在で、その眠り方までが注目を浴びています。彼の楽屋での熱性は、仰向けに寝て両手を枕に置く独特なもので、 これが彼の美貌を保つ秘訣とされています。この寝方は多くのファンに愛され、特に中国の美女たちの間で共有されているようです。確かに、翔くんの寝姿は美しく、顔のラインが調和してエレガントです。翔くんの美しい寝姿には、見る者の心を和ませる効果があります。そのエレガントなラインはまさに芸術品のようで、愛らしさと同時に、彼が日々の活動に疲れていることを感じさせます。 ファンたちは彼がどんなに忙しくても健康を優先し、心身のバランスを大切にすることを願っています。しかし、彼のリラックスしたね、姿背後には、ファンにとっても知りたい素朴な瞬間が隠れているようです。例えば、彼の寝ている最中に何を考え、どんな夢を見ているのか、その瞬間に彼が感じる心境や興奮、初めてのテレビ披露の瞬間の感想など、ファンは知りたいことがつきません。ファンの中には、 平野の死の素朴な私生活の瞬間を見て幸せを感じる人々も多いです。アイドルの日常に触れ、彼が普通の一員としてリラックスしている姿に共感するファンも少なくありません。ただし、ジン、君が触れた手の感触がどのようなものかをファンが想像するのは難しいようです。これはファンの一つのコメントですが、平野の死の素朴な瞬間についての質問が際立っています。 彼がどんな心境でテレビ初披露を迎えたのか、その瞬間の裏側や裏話にはどんなエピソードが隠れているのか、ファンは知りたいと思っていることでしょう。また、ファンたちは彼の寝姿に対して様々な興味深い質問を投げかけています。両腕は折られた座布団の間に挟んでいるの髪をセットして本番モードに入った後、どんな心境なのかなど、ファンらしい好奇心に溢れた質問が寄せられています。 紫テルのファン同士が彼の寝姿にまつわる興味深い話題を共有し会うことでコミュニティ全体が和やかな雰囲気に包まれています。これは単なるアイドルの寝姿に留まらずファン同士の交流を生み出し新たな友情やつながりが芽生えています。最後に平野潮への願いが込められています。彼のファンは彼がこれからも健康であり仕事とプライベートの両面で充実した日々を過ごすことを切に願っています。 そして、未知の魅力に満ちた目、ね、姿を通じて、ファンとの絆を深め、共に成長し続ける姿に期待を寄せています。101平野仕様の目姿から広がるコミュニティの笑顔、そして彼とファンとの心の交流が、これからも続いていくことでしょう。